はい、おはようございます、永田です。実は今日ね、一緒に喋ってくれるお友達を呼んでおります。おれ、こんにちは、村本です。はい、なよく聞こえなかったと思いますけど、村本くんが来てくれました。はい、いや、喋っていい？な、どうぞどうぞ。あ、OK、OK、すいませんでした。はい、久しぶりのね、はいはい、戦国アストレイガンダム視点ということで、いいですね。まあ、今回撮ってきた理由があるんですよね。お、なんですか？はい、実は、まあ、はい、村本もなんかホットスクランブルに似たようなことやってたんですけど、おっと、これは実はこの機体今大人気放映中、あ、一旦終わったわ。あ、まあ、ファーストシーズン終わった水星の魔女とコラボしているのではないかと、突き止めてしまったわけですよ。な、どこがコラボだって、もう戦国アストレイの武士やで。よくわかんねえつかみきたな。いや、でも村ちゃんさ、はいはいはい、あの水星は見てますか？見てますよ。はい、はい、じゃあ最終話のさ、うん、Cパートでやっぱこう衝撃的なシーンがあったじゃないですか。回収型のエアリアルが、はい、はい、あのミオリナさんを襲う兵士に対してパーンと、あれですね、はい、はたき潰したじゃないですか。はいはい、はい、まあ、正直あれ見て、いや、歴代ガンダムでもあそこまで直接的になんか血がビシャーってなるのはそんなにないので、結構えぐいっすよね、はい、モビルスーツに人をね、叩く、踏む、落とすというのはね、数あれどあそこまでね、直接的な描写があったのはね、なかなかないと思うんですけども、どんな感じで兵士を潰しましたか？こう手のひらでベチャンベチャン、パーでベチャンですよね。パーでベチャン。あれ、こいつの特殊格闘 N 特殊格闘ってなんだ？もしやもしや粒子八景、これ粒子八景の方はもしかしたらエアリアルの方だったかもしれない。やめなさい、やめなさい、人殺し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 、やめなさい、早くしなさい。やめなさい、全然やめ、やめなさい、あげません。これをやりたかった。はい、これをやりたかった。なるほどね。やべ、だいたい喋ること終わっちゃったな。まあでも確かに一番近いかも。本当かな、あのシーンで言ったら戦国アストレイが、マスターガンダムの天狂拳とちょっと迷ったんですけどね。あ、まあ、なま、でもやめなさい、頻度的にはこっちの方が、ね、頻度的にはね、こっちの方がね、やめなさいで飯食ってるから、はい、最後やめなさい、やめなさい、人殺し、人殺し、人殺し、次の試合見てくぜ。オッケー。はい、じゃあ2戦目見ていきましょう。やめなさい、あ、やめなさいね、やめなさい。まあ、実はね、はい、あの水星の、まあ、一発ゲームもそうなんだけど、あのこのキャラちょっと他の理由でも興味あって、おー、なんか、あの、まあ、PDF のさ、はい、俺がちょっと前に公式配信に出た PDF のなんだっけ、あのトーナメント作る配信みたいなのあったんじゃないですか。ありましたね。で、その時にさ、あの PDF 予選開催中のなんか固定でなんかよく使われる機体ランキングみたいなやつの出たの覚えてる？ああ、はいはいはい、ありましたね、ありましたね、はいはいはい、まあその上位がさ、あのジャスティスとかユニコーンとか、まあ割とその納得なラインナップだったのに対し、戦国アストレイね、あの詳しい順位忘れたんだけど、ちょっと上の方だったんだよね。そうなんですか。なんか特にあの解禁のバフ、解禁したばっかだからみんな乗ってるみたいなバフもね、もう切れてきた頃だったと思うんだけど、なんかより意外と高いんだな、みんな好きなのか、これ。そうそうそう、だからそういうのもあってね、使ってみたくなっちゃったんで。なるほどね。前特化区、これダメージが高くてね、すり抜けるやつ。そう、これ結構強いですよね。強いでござるよ。射撃機乗ってると非常に強い、厄介だけど。ああ、ここはジャスティスに迎撃されてしまうと、あそこら辺ね、ビタ押しで特化区とかでさ、カウンターしたいんだけどうまくいかないんだよね。まあ、ちょ、最後にリフター待ってますからね。まあ、そうですね、なんだかんだジャスティス強いね。まあ、さあ、ここメインヤバすぎる、強すぎ、やめなさい、これがやりたい、はい、ごめん、これがやりたい、ね、これがやりたい。画面の前の皆さんもご一緒に、ご一緒に、やめなさい、言ってもいいんじゃないかぐらい気持ちがいい、気持ちがいい、気持ちがいい武装ではあるんですけど、それを気持ちいいと表現するのはちょっと危ないような気がしますが、確かに気持ち、あ、さあ、こっからコンボをやっていきます。やめなさい、やめなさい、やめ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 な、やめ、さあ、やめろ、やめろ、めちゃめちゃもうグダグダやね。ごめんね、これもう全く事前の、やめなさい、すいませんでした。オーケー、事前の打ち合わせ何もなしでやってるからね、うん、やめなさいをやりたいみたいなニュアンスだけは伝わった、伝わった。あ、それはよかった。もうそのせいでね、大体もう喋ること終わっちゃってるんでね。いや、でも、はいはい、結構うまく使えたよ、戦国アストレイ、うん、実際なんかこうパッションで話してる割にはすげえ無難な立ち回りしました。まあ、こことかね、あのメインが強かったりするんですね。理想的な戦国アストレイの攻め方をしているんだけど。やめなさい。人殺し、人殺し、人殺し、人殺し。
はい、ね、あの喋ることが大体もうあの9割くらいなくなったあたりで3試合目ですね。まあ、試合見ていきましょうか。はい。いやでもこいつの人気の秘訣は何なんだろうな。まあ使ってて楽しいですよね、普通に。まあなかなかね、なんか伏入の後に出たんだっけ。そうですね、確か出てなんかパッと見伏入が悪さしたからちょっとこいつ抑えたなみたいな、大丈夫かなみたいなね、あったけど、なんだかんだおもろいキャラだね。そうですね、ジャスティスとかのあのコテコテのマジレスキャラちょっと難しいかもしれないけど、おお、射撃発生ですよ。かっこいい、まあ、そうかっこいいのも多いね。そうかっこいいし、なんかこういうバランスがいいですよね、はい、嵐となかなかね。そう射撃とかのほんと両機体、嵐機体の両機体何をしているんだい。 すいませんちょっといけるかなと思ったんですけど私これでスタンしたのよ隣のユニコーンガンダム。ちなみにこれやるとも何とも言ってないからね、無言だからね、うん、こんな流れ方あるんだとか思ってるね悪意がこもってやめなさい。いや映えたかったんですよね。こういう邪魔はやめなさい。あ、ほら今こっちゃないって感じだけど。映え殺し。結構耐久が残せている。残してく。映え。すいません。やめます。やめます。はい、メインが強い。あ、ダイスダイス。はい、前ハセ。トン。いや、これもう一回入るんちゃう？いや、あのね、これね、もう一回、あ、わかるよ。最終段のドドンのところのところのドンで射撃シーエスやりたいみたいなね。いや、でも、あのこの時確かもう時間遅くて、あれそんなことない、8時にあれしたんだな、うん、いや分かんない、安定を取ったんだと思う。あ、失敗したらかっこ悪いなと。たまになんか入んないというか、あ、だ強めいい、あごめん、なんかお前さ、ごめんなさい、あごめん、嘘だよ、ごめん ね俺のこと助けてくれたんだもんね。そう、助けようって思ってね。俺もというか必死で、あ、すごい、やっぱメインが強いっていうのも理由の一つなんじゃないですかね。突然戻っちゃう、戻っちゃうね、3発くらい欲しい、うん、打ってれば。じゃあ最後の対戦見ていきましょう。敵の編成がナイチンゲールとジャスティスガンダム。さあ潰していきましょう。これはいけそうじゃないですか、ナイチンゲール。ナイチンゲールにね、詰めていきたいですね。まあ、とりあえずこのメインをね、チラ見せするのがエッジポイントなんですよ。確かにね。相手にステップ強要的なね。フェイントが大事っすよね。そうっすね。まあ、一発しかないんでね。そう、でもタイミングいいとこ投げてしまえば。やってくれ、前とかく出し切っていく。これだけでなんか260いくらしいっすよ。そんな減るんだ。ね、メイン強すぎる。やめなさいやめなさいナイスコンボやめ、いや、なになになに、シャッシャッ、おい、祭りウェポン、祭りウェポン、お、よく知ってるじゃねえか。あの、見ました。あの、解禁された日に。いや、原作向いてたんですけど、この武装なんだろうなって。あー、ね、なるほどね。これは心がけてます。偉いですね。おい、記者からのやめなさい、やめなさい。あっと、まあ、ここは甘んじで受け入れようじゃないか、まあ、安いですね、かなり。そうですね、あともう少しで覚醒もたまりそうだ。どんどんやめてほしいけど、お、強い。サムライソードメインで追撃していく。さあもう少しで覚醒が、もう覚醒がたまります。覚醒が早く食べて、ケイちゃん早く死にかけ吐いて。いや、ちょっと結構いい感じで動けてしまってますよかなり流れがいい流れがいいですね。さあ覚醒が、かくてか、マジで無難、無理しない。ここでやんちゃしないのが長田作です。長田作です。素晴らしい。前派生出し切っていく。ここは水出し切りなんですね。ちなみにこいつ、まだ知ってると思うんですけど、サムライソード使ってる格闘を大体隠し腕でやってて、本体は腕組みしてるんですよね。え、そうなん？あれ、知らず。あんまり意識したこと。からのメイン。やめなさい。なんでもやめなさい。やめなさい。相手めっちゃ冷静。めっちゃ冷静。いや、着地した長さもあんま冷静。急に前とっかく、やめなさい！もう言ってるだけ。言ってるだけですね。でも言ってるだけでも楽しいんだよね、ガンダムって。そうでこそ、ワンフレーズをね、オカマハマとかもそういうことですよ。雑、全部雑。あ、腕組んでる。かっこいい。雑！はい、そんな雑な感じで今日は終わろうと思います。はい。バイバイって言え。バイバイ。バイバイ。